大使いはウィンドスラッシャーを使ってくると、はい、使ってくるんだけど、まあうまく封じる方法はまああると。そうですね、ここら辺に何回か登場してた、なるべく多くの敵を巻き込みたくて移動だけするように誘導できれば使われずにしますね。あ、でもいけそうだな。スライム上がるか。スライムが1個余るかもしれない。ミージーが処理に積まれてきちゃうので、ええ、まあいい、イエスパターンかなと思いました。これどうなるんだろう。ここあんまり研究してなかった。いけるのかな。あれ、もう一回近づいてくるのか。最初病院行きますね。右側のヘモジーはゴーゲンで一緒にしますね。あとそのちょっと上に、あの柱の上、なんか上の柱の右側のフリージーもゴーゲンで。よし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 。あ、これはね、いいですね。いいですね。これは非常にいいですね。Yes, I still have all those gems on that first lap. Let's reset. あ、というかあれだな。まあ、いっか。この素早さ調整のこと言った方が良かったかもしれない。ああ、完全に忘れてました。そう。そう、今思い出した。これ、アークのレベルが上がるのも大事で。ここでアークのレベルが上がると、次のバーンブランドでテイランスを引いても倒せます。あの、ウィッチクラフトだったっけな。なんかそんな感じのやつ。ウィッチクラフトの HP 82なんですけど、あ、でもメテオフォールで行った。あ、メテオフォール使いましたね。じゃあ全然関係ない。あの、一番いい感じに固まったから。うん。ちょっとバーンクラウンドの最低ダンス40なんですけど、40引いちゃうとバーンクラウンドで倒せないことあるんで、おそらくレベル上がってるから倒せた気はしますけど、ちょっと最近アークマンが入ってるか自信ないですね。そう、2練習してたからね。まあ、安全に行きましたね。まあそれもあるし、メテオホール打てるから、もうそれに越したことはない、ね。メテオホールと通常の方がモーション的に短いって話したかもしれないし。